日本インターナショナルチャレンジ日本代表対オランダ代表。前半オランダの一得点で間もなく後半のキックオフを迎えようとしています。日本かなり苦戦してますね。 あいつらならなんとかするさ。そう、大丈夫よ。このまま負けることなんか絶対ないわ。そうよ、翼くんたちが頑張れるようにしっかり応援するのよ。みんなよく頑張った。前半1点で止めた。後半早い時間に追いつくんだ。後半もオランダは緩めずに攻めてくる。だがあれだけ下がってはゴールできない。後半澤田に代わって水井が入れ、ディフェンスラインを統率するんだ。いいな水井。はい。中盤の選手は下がりすぎるな。オフェンスの選手は味方ボールになったらディフェンスラインの裏に飛び込むんだ。とにかく俺にボールを渡せ。必ずゴールを取る。よし、後半オランダの攻めは僕らが抑えて必ず前につなぐ。このままやられっぱなしじゃかっこ悪いしな。一致団結した日本は無敵なんだ。俺たちは絶対オランダに勝つんだ。よしみんな、あと45分同点そして逆転だ。崩せオランダの壁。さあいよいよ後半戦のキックオフです。前半戦一方的に攻められた日本はミッドフィルダー澤田に代えて美杉を投入。対する1点リードのオランダ、選手交代はありません。さあオランダボールでキックオフだ。いくぜ。あと開始早々オランダのボールを大空が奪った。すごい気迫だ。行くぞオランダ。大空、オランダのディフェンダー陣に囲まれた。しかし敵をうまく引きつけ逆方向へパス。ボールはヒューガへ。そう、うらうら、うん、やりやがったな。こぼれ球を滝がフォロー。滝、いいぞ滝。後半のスタート、日本動きが早いぞ。滝パスだ。伊崎に渡った。伊崎鮮やかにオランダ選手を抜いていく。絶対負けない、この試合勝たなきゃならないんだ。あと伊崎にボールを奪われた。そしてボールはアルベルトに。よし、それじゃあ攻めるぞ。ボールを手にしたオランダ、一斉に日本ゴールへ向かう。止めるんだ。おい、早い、行った。滝を一気に抜いた。オランダ速攻、ここは行かせない。頼むぞベルンハルト。オーケー、ここだ。よし、オフサイドだ。オランダ日本側のオフサイドブロックにかかった。さすがフィールドの貴公子見過ぎ、鮮やかなオフサイドトラップでオランダの攻撃を阻んだ。よし、ナイス見過ぎ君。いいぞ見過ぎ。さすがだな、今のオフサイドトラップ。あの紙一重のタイミングで仕掛けるの見過ぎにしかできない芸道だぜ。さあ日本ボールでフリーキックです。ヒューガ、次は君の番だ。ミスミ、行けヒューガ。コスロー、ヒューガ君、あと動かない。どうしたヒューガ。俺は1対1だ。コスロー、ヒューガ君、
遊んでやるぜ。なんだと。あと大空へのパスだ。てめえとキルはまた今度だ。今は日本の勝利が先なんだよ。キルガ君、ビレムの逆をついたプレー。キューガと大空の鮮やかなパスワーク。キューガの前にはグスタブが立ちはだかる。翼、うまい。キューガ再び大空へパスだ。もらった。ここにビレムが追いついてきた。これは失敗か。あっと大空、ビレムの目の前のボールを強引にカット。いや、これはこのままシュートさせるか。止めた。フォルト止めた。後半段の飛び出しから翼のボレーシュートを軽々とセーブ。すごい余裕だ。オランダの壁は厚い。日本またもゴールを奪えない。ダーン、惜しい。大丈夫かね、フォルトのファインプレーですよね。あんた一体どっちの応援してるのよ。点が取れない。リスギの投入によりディフェンスは安定したが、オランダの壁を破ることはできません。やはり無謀な試みだったみたいだな。責任は君にあるんだぞ、片桐。もうしばらく黙って見ていてください。日本ディフェンスラインを思い切って押し上げる。オランダの攻撃的シフトに真っ向から組み合った。非常に揃った中盤で熾烈な戦いだ。今お前たちが戦っている壁こそが世界の壁なんだ。見事打ち破ってみろ。頑張れ頑張れ日本。そんなにもう走れ。よし、中盤での競り合いになってきた。流れを変えるのはここだ。青井、行くぞ、準備しよう。はい。俺はいつも OK です。ここで日本選手交代です。滝に代わって投入されるのは青井慎吾選手。はい、青井頼んだぞ。翼さん、行け青井。はい、さあ早くも青井にボールが渡った。走り出したら止まらない超特急スーパーサブだ。見てろ、俺はこの日のためにサッカーを続けてきたんだ。もう止まらないぜ。うわっ、青い、オランダ選手の間を駆け回る。よし、いいぞ、逃げ回れ、捕まるな。行け、頑張れ。俊敏な動きでボールをキープはしているが、すぐに囲まれる。どこにもパスが出せない。青い倒された。ちょろちょろすんな、目障りなんだよ。日本ゴールへ一直線、早い。あっと、青井がビレムに追いついた。邪魔だ、行くぞ、どけ。ビレム日本ゴールへ一直線、早い。あっと、青井がビレムに追いついた。邪魔だ、行くぞ、どけ。ビレム強引に青井を抜いた。そこでおねんねしてな。で、あと、これは何？なんと
ボールは葵がカットしていた。転んでもただでは起きない慎吾くんでね。てめえ。ゆめさん、いいぞ慎吾。青い信号、ファインプレーだ。青い、再びボールを追って中盤を駆け回っている。オランダ、青い王がたまらない。早いぞ青い信号、いい選手だ。自由に駆け回り、オランダの包囲網をかき乱している。大変なことになりました。秋に代わって投入された青い信号、ビエムに負けない運動量でオランダの中盤を崩しにかかっている。すごい気迫、闘争心、そしてすごい根性。あっと青い、再びボールを奪った。そのボールは大空へ。行くぞ信号。はい、ボールを持った大空と青い、オランダゴールに向かった。翼さん、くそ、止めるんだ。おい、これは大空と葵のコンビプレイ。いけ信号。おとき、これはラインを割るか。おい、来た。何、追いついた。いいぞ信号。サイドラインギリギリでボールを止めた。青い、すごい執念だ。キュさん、でかい。グスタブ、青いから軽々とボールを奪った。日本、またもグスタブにチャンスを奪われました。ボールは大きく日本の前クリア。オランダ一斉に上がる。もらった、下がる。信号、残り時間が少なくなっている。日本得点できるか。まだだ。いい形になったのに惜しかった。ああ、このままでオランダの勝利か。オランダ再び全員が上がる。翼、オランダからどうやってボールを奪う。ボールを運ぶのはビレムだ。ミスキー、止めるぞ。どきあがれ。これ以上通さんたい。ああ、地頭も抜かれた。ビレム攻め込む、一気にゴール前。キーパーと1対1、危ない日本。来い、ビレムシュート体勢。何、おっと、青いが来ている。オランダゴール前からフィールドを縦断して、青いがここまで戻っていた。おぉ、すぅぅぅぅ。若林がっちりキャッチ。青いもナイスガッツ。しかし大丈夫か。ナイスファイトだぜ、慎吾。俺平気です、エネルギー余ってますから。そうか、なら走れ。はい、頼むぞみんな。さあ、ボールは大空美咲、本家ゴールデンコンビに渡った。行かせるな。大空と美咲、見事なパスワーク。しかし美咲に厳しいマークがつく。そして大空にも。残り時間は2分を切っているぞ。日本、ここはどうしても得点のチャンスが欲しいところ。うわ、あれじゃパスも出せやしない。なんとかなんないの。あれじゃ無理ですよ。もう本当に頼りになんないんだから。こんなこと言われても。時間がない、行くぞ美咲くん。なんとかやってみる。これはうまい、相手を利用したパスだ。大空タップ、そして抜いた。ボ
すかよ翼、ボーブルの前にヴィレムが立ちはだかる。ふん、ボールは止めさせない。なに、ベター、大空翼はサンターナターンだ。この対戦はいけー、出たドライブシュート。グスタムヘディングでクリアに行く。これは届くか。何、あっと曲がった。これはゴールまで届かない。能力を示したと思うのですが、カタルーニャでの翼起用に今回の観戦は大きく影響するのでは。ノーコメントだ。何も言うことはない。なんとか終わったな。選手たちはよくやってくれたよ。なんとか引き分けに持ち込んだのだから。これで終わったわけではありません。この試合は彼らが世界に飛び立つ前のほんの一歩に過ぎません。もっと厚く高い壁が彼らを待っているんです。起きろよ。応援してくれたサポーターたちに挨拶に行くぞ。よし。お前逃げやがったな。逃げたわけじゃねえ。どうだろうな。まあ突っ込むことしか知らない奴よりはマシだぜ。これからは同じチームで戦わなくちゃなんねんだからな。早くイタリアに帰ってこい。ヴィレム、日本を舞台にオランダサッカーのアピールと思っていたが、どうやら君たち日本にやられてしまったようだな。片桐、翼、大空、小次郎、日向、源蔵、若林、太郎、岬、彼らを中心としたこの世代、確かに日本サッカーを楽しいものにしそうだ。まだしばらく時間はかかるだろうがな。翼、試合が終わった今、お前が感じていることは俺にはわかる。なんとか追いついた。翼くん、でも試合内容では完全に負けていた。翼は、この試合で
俺たちがインターナショナルカップで優勝を狙うにはまだまだ力が足りないことがはっきりした。俺たちはもっともっと前へ向かわなくちゃダメなんだ。オランダ代表とのトレーニングマッチは1対1の引き分けに終わった。壁のように立ちふさがるディフェンス、津波のように押し寄せるオフェンス、世界の壁の高さを思い知らされた。このままじゃダメだ。鋼のような筋肉を身につけ、俺は世界に再挑戦する。次回キャプテン翼、世界へのリスタート、お楽しみに。未来に向かってキック。